はい、こんにちは。夜の方はこんばんは。今回またもやドスパラで買ってみましたバーライト。こちらはね、見ての通り、ゲーミングしてるマウスやらキーボードやらマウスパッドやらっていうのを装着した、いわゆるここ寝室なんですよ。寝室のセカンド PC になってます。まあ夜な夜なメガドライブ見にやってるんですけど、そこのここにつけると、これがねいいかなと思って買ってみました。別の部屋の PC 部屋ですね、ちゃんとしたゲーミング PC 置いてるところは勉強の使ってるんですけど、今回は寝室ということもあって、もうビガビガ光らせようかなと思ってこちらにしてみました。ということで実際使ってみます。はい、ということで使っているところを見ていきましょう。まあ、見えてると思うんですけども、壁に RGB がこう、もやーっとバックライトが映っております。まあ、ね、これを買った理由の一つが、まあ、ね、このバックライトのわけなんですけども、寝室ということもあって、雰囲気出したいときに少しは役に立つのかなと。で、メインの明かりですね、このデスクライトが今暖色系にします。まあ、寝室ということもあってね。で、キーボードといい、マウスといい、マウスパッドといい、このバックライトといい、もう、フルに光らせております。で、まあ、普通に作業するときは暖色じゃなくてもいいっていう人はね、ここ長押ししてると、色が変わっていきます。じゃあ、押してみます。わかりづらいかな。わかります?ここは、この色ですね。はい。これが変わります。で、この明るさなんですけども、ここが、ね、音量調整のボリュームみたいな感じで、これで、暗くしたり、明るくしたりできます。で、このバックライトの明かりのやり方ですけども、ここを2回押します。そうすればほら、オフにもできます。当然。オンにもできます。まあ、こんな感じです。まあ、商品ページは、ドスパラの上海問屋のサイト見ていただければ詳しく載ってますので、そちらもご覧ください。ということで、今回は、ドスパラで買ってみたっていうので、このデスクライトを紹介したんですけど、先々週あたりにもドスパラで買ったやつを動画に上げたんですけども、そちらを使ってる動画も一緒に上げますので、ご覧ください。どうぞ。はい、ということで前回ドスパラで買ってみたで購入した商品を一応使っておりますということで、ピクサスのプリンター、うん、これね、色合いがシックでいい感じです。で、まあ当然ガレリア PC の前回買った、キーボードのテンキーです。光らせて使うことはあんまないんですけどもね。で、一応、こっちのスタンド。一応今、ね、レビューのために光らせてますが、結構いいですよ、これ。暇な時につけたりしてます。あと、この大型マウスパッド。本当に広くてですね。もう本当、楽ですね。マウスのこの操作をね、大きく取るスペースができるので、こっちのモニターとこっちのモニターか、マウスカーソル行ったり来たりしても全然問題なく使えます。こんな感じです。はい、ということで今回はドスパラで買ってみたの商品レビューと、まあ、部屋紹介も兼ねてましたけど、一緒にしてみました。ということでご視聴ありがとうございました。